キッズボックスチャンネル始まるよ。キッズボックスのチラチラ担当はっちゃんです。チラチラ。今回は生タルトチョコを作ります。生チョコタルトを作ります。イエーイ。はい、材料準備しました。今回生チョコタルトのタルトの部分は市販で売ってるこちらクールタルト、プレーン6個入りのとショコラ。ショコラ、そう、ショコラ2種類用意しました。はい、そしてチョコだってプレッキャーのやつじゃん。次はチョコレート。タルトの部分が2種類あるのでチョコレートも2種類作ろうかなと。生チョコのチョコの部分ですね。まずブラックチョコレート、ブラックチョコレートと、じゃあ好きなイチゴ、ピンクのチョコレートを作りたくて、こちらのグアナさんのピンクのチョコレートを用意しました。はい、そして生チョコには生クリーム使います。で、あとは飾り付け。はい、こんな感じです。はい、これを使って生チョコを実際にじゃあ作っていきましょう。イエーイ。追加でココアパウダーの代わりにミルクココアを使います。はい、それではボウルにチョコレートを割り入れていきます。はい、割り入れてください。ボウルに入れてボールに入れてってください。チョコレート割り入れました。こんな感じです。はい、これを鍋にかけて混ぜ混ぜしていきます。生クリームと。生クリームを120使います。お鍋に入れてください。できたのでタルトの生地の中にチョコを入れていきたいと思います。飾り付けできました。はい、これちょっと細かくすぎてしまいました。せっかく可愛くできたのに無残な姿になってしまいました。無残。1時間ぐらい冷やしていきましょう。イエーイ。1時間経ったので生チョコタルトはできましたか。はい、できましたよ、はっちゃん。やったー。わー、できてる。ちょっと、うん、私は粉かけすぎてなんかすっごい汚い感じになっちゃったけど、かけない方が可愛かった。でもここだけやられて、これもラッピングしましょう。やったー。今回はシンプルに箱に入れてくだけにしました。箱かわいいよね。はっちゃんがこれ、ママがこれ。青？わかったよ。あ、できた、できた、見てみて。ほんと？うん。ほらね、入ってるんだ。ピンクでしょ。あ、なんで入れるの？これ、白いチリのチョコレートバージョンがいいかもしれないなと思って。入った、入った。
てください。バレンタインおめでとうなかなか言わないです。はい、それでは前回作ったザクザクチョコと今日作った生チョコタルト、これをこの紙袋の中に入れてメッセージカード書いてペタッて貼ります。当日に渡そうと思います。いいですか？はい、はい、じゃあ袋に入れてってください。はい、大きいやつですかね。ママ作ったやつ。入れましょう。はい、それではメッセージカードも書いたので入れてください。はい、それはね、パパピンク、はい、はい、はい、それでは完成です。では当日まではっちゃん内緒ですよ。はい、で、はっちゃん生チョコタルト食べれなかったよね。タルトにはなってないけど生チョコにしたので後で食べてみましょう。イエーイ。それでははっちゃん先ほど味見し損ねた生チョコタルトの、タルトはないんだけど生チョコの部分だけ余ったやつをねタッパに入れて作ったので食べてみましょう。やったー、ありがとう。うん、OK。あ、じゃあ生チョコ美味しかったですか？美味しかった。じゃあこの生チョコでタルト作ったからさ、じゃあきっと美味しいよね。じゃあニーニーとパパも喜んでくれるかな。そうですね。生ラットチョコを作りました。生チョコタルトを作りました。とっても美味しかったから、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。作ってみてね、作ってみてね。それではキッズボックスじゃんけんじゃんけんぽん。はっちゃんはグーを出したよ。またね。はい、それでは食べてみてください。食べみっきー。ミッキー行っちゃうよ、耳、耳行っちゃうよ。いいですか？いいよ。行っちゃいますよ。大丈夫。だってこれ硬いやつだから。ザクザクチョコだよ、ザクザクチョコ。うん、うまっ。美味しいでしょ。うん、生うまい。何これ。食べたかった、これ。じゃあ食べます、これ。なぜ？今日は動画を見てくれてありがとうございます。次の動画も見てね。チャンネル登録よろしくね。